はい、こんにちは、カラカラです。今回は J リーグ実況の第12節やっていきたいと思います。で、今回の相手はこちらの蒲田マーレ讃岐となります。はい、それとですね、まあ先日ですね、まあサッカー日本代表がワールドカップ出場を決めました。まあそうですね、先日ですね、最終予選のオーストラリア戦があったんですけれども、まあそこでね、2対0で勝利して日本、サッカーのね、日本代表がワールドカップ出場を決めました。まあそうですね、ワールドカップの予選ではあのオーストラリアに勝ったことがないということで、まあ初めてね、勝利して、まあ、見事にワールドカップ出場を決めてくれました。まあね、サッカー日本代表も出場決まったんでね、こっちの方もね、頑張っていけたらなと思っています。はい、それとですね、今回のスタメンですね、まあこんな感じでいきたいと思います。まあ、前回の変更だとこのセンターバック2人ですね、ここに、タタラ選手を使ってみました。で、右サイドですね、こっちの、船山選手がここいつもやってたんですけれども、ちょっとコンディション落ちてきているっていうことなんで、今回は為田選手を使っていきたいと思います。はい、それではまず前回の結果を振り返っていきましょう。本日の試合は J リーグディビジョン2第12節、ジェフユナイテッド千葉対蒲田マーレ讃岐、ブルクスタディオンよりお届けしてまいります。選手が入場してきました。選手ラインナップです。勝者はどちらなのか。さあ、まもなく試合です。はい、それでは試合の方を見ていきましょう。今回もね、勝利目指して頑張っていきたいと思います。まあ、前節ですね、まあ、ちょっと引き分けとなってしまいまして、あの連勝の方がストップしてしまったんですけど、まあ、そうですね、今回からまたね、勝って連勝スタートしていきたいんですね。前節ちょっとね、リードしてたんですけども、後半ね、追いつかれてしまって、で、まあ、引き分けという形になってしまいました。これはオフサイドですね。讃岐はですね、現在2位なんでね、また難しい試合になると思うんですけれども、頑張っていきましょう。インターセプトします。矢田、ここからどう組み立てるのか。熊谷、
ラリベシュートゾーンです。ここシュート、ちょっとディフェンスに当たってしまいましたね。キム・ボムヨンすぐにチェック、フリーにはさせません。通るのかこのパス。さあ前線へ、前を向けるか。いいインターセプトですね。やだ、あ、危ないですね。今ボールを奪います。いいですね、ここよく守れましたね。キム・ボムヨン、これは取られます。うん、ちょっとサイドにね繋げたかったんですけれども、中央です、繋がりませんでした。永田、前半の3分の1が経過しました。永田、ここはディフェンスです。いいですね、ここも熊谷選手、大久保、いいディフェンスですね。矢田、ラリベ、さあふわっとしたボール、ボールはクリア、繋がりません。おっと、今のもったいないですね。ここピンチですね。裏狙いましたね。熊谷、矢田、まあ相手にチャンスシーンまだ作らせてないんで、そこはいいんじゃないかなと思います。これをカットします。エブソン、どういった攻めを見せるのか。サイドのスペースを使います。まずいですね、ちょっとサイドここ集中したいですね。惜しくも奪われました。山本、亀田、山本、矢田、これは奪われます。ここもちょっと捉えてしまいましたね。前半この時間帯両チームともにまだゴールは生まれていません。おっと、ここチャンスに、岡村、攻め込んでいましたが奪われます。岡村、いいですね、清武選手ディフェンス素晴らしいです。熊谷、奪います。いいですね、いい切り替えですね。ちょっとここ危ないですね。ここで奪われました。さあ誰に出すのか。おお、いい形ですね。さあどう攻めるか。カウンターを仕掛けます。アレックス、ここまたサイドに展開されましたね。変な集中力いいですね。ここのシュート枠外れましたね。まあ、ちょっと危なかったですね。ディフェンダーが揃った状態でしたからね、はい、もうちょっと早くサポートしていかないと崩していくのは難しいと思いますね。なるほど、取られます。岡村、ボールを取ります。ここも取りたいですね。クリアします。どうする、さあ打ちに行くか。いやー、ここはちょっと枠外れてしまいましたね。惜しいですね。ここはいいですね、またマイボールにしました。キム・ボムヨン、カットされました。ここで前半終了です。
はい、前半の方終了しました。前半ですね、まだ得点は入らなかったですね。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。消耗しているだけで、まあ、支配率はこっちの方が上なんで、この調子で後半もボール支配しながらチャンス作っていけたらなと思います。今までのバランスを崩してしまうこともありますからね。なるほど、何が起きてもおかしくないフットボールの世界。はい、それでは後半見ていきましょう。前半を0対0、後半へと折り返します。さあ、ご覧のように後半スタートしています。ここまずいですね。スペースを狙ってきます。さあ、シュート。いやー、ここで失点ですね。痛いですね、この失点。後半に入って試合が動きました。スルーパスからのゴールが生まれました。いやー、ラインギリギリでしたね。ちょっとここでね、ボール取りたかったんですけれども、ちょっと3人ぐらいでねボール取りに行ってしまったんで、まあ、こっちの逆サイドのね、ここの選手フリーにちょっと打たせてしまいましたね。今シーズン初ゴール、ちょっとここもったいないシーンですね。さあ、サヌキ先制1対0です。後半立ち上がりの時間帯ですからね、ハーフタイムでの指示が生かされてるんじゃないでしょうかね。熊谷、キムボムヨン、来ましたね。いやー、惜しいですね。ここも清武選手いいシュート打ったんですけれども、シュートに行くのか、山本シュート。いや、素晴らしいですね、ここ山本選手ゴールですね。素晴らしいです。今ちょっとね、ここスペースあったんでね、ちょっと自分でねドリブル仕掛けて、まあ、シュート打ってみたんですけれども、まあ見事にね決めてくれました。どうしてあそこでフリーにさせてしまったのかっていうことを明確にする必要があると思いますね。いや、素晴らしいゴールですね、これ。シーズン初ゴール。いいですね、すぐにね、追いつけたのは非常にいいんじゃないかなと思います。試合は振り出しに戻っています。この調子でね、逆転狙っていきましょう。はい、ここファールですね。クリアします。ここ気をつけたいですね。またオフサイドですか。オフサイドですね。あ、これ完全にオフサイドです。これをインターセプト、永田、さらに前に行きたい渡辺、チェックを受ける。お、いいですね、これ奪えなかったですね。ちょっと奪いたかったんですけど。さらに前に行きたい。さあ、前へ。これは奪い返します。いいですね、ここから長いボール浮かしてきた。いけるか。これは惜しいですね。今ちょっと相手のミスが出たんですけども、若干勢いという意味では勝ってますかね。タタラ、熊谷、いいパスですね。ちょっとつながらなかったですね。亀田、前につないでいきます。スルーパス、シュート。あー、惜しいですね、ここも。これは決まりませんでした。いやー、キーパーにね、ちょっと弾かれてしまいました。はい、ここコーナーキックですね。しっかりチャンスにしていきたいところです。コーナーキック、これはクリアします。
どこに出してくる。一旦下がります。あーちょっともったいないですね今の。ババ前を向けるか。ファールを取られます。おっとここファールですね。ちょっと嫌な時間帯続いてますけれどもここも集中したいですね。ここは拾いたいですね。さあ高木キムボムヨン、ここまでご覧になっていかがですか北澤さん。いや前半とはガラッと変わって打ち合いのゲームになってますよね。ダリベシュート。いやまあここもねちょっとシュート狙ったんですけれども外れてしまいましたね。これはクロスバーのわずかに上。素晴らしいシュートだったんですけどもね、ここは枠に行っておきたかったですね。ちょっとここで選手を変えていきたいと思います。羽生選手とあとはじゃあ船山選手ね、ちょっと途中からここで使っていきたいと思います。そうですね、なんとかね残り時間でね逆転したいところですね。ここババましたよ。ちょっと今のもパスミスになってしまいました。どういった攻めを見せるのか。スペース出ましたね。これはどうか。素晴らしいゴール。いやー逆転ですねこれ。今ちょっとラインギリギリですかね、ちょっとオフサイドかなとも思ったんですけれども、まあちょっと確認しましょう。ここで1回パス出して、あ本当にスレスレギリギリですね。ここでこの角度のないところからシュート決めてくれました。素晴らしいゴールですね。ちょっとリプレイのカメラがちょっと追いついてないんですけれども、はい、ここで逆転に成功しました。残り時間ねしっかりまた集中して頑張っていきたいと思います。はい、サッカーにはドラマがありますよね。面白い。 OK、 いいですね。ここも左サイドスペースありますね。貴重な勝ち点3を手にするのか。失点は許されない時間帯です。おっとここも拾いたかったですね。さらに前に行きたい。ここはディフェンスです。これを打てるか。チャンスですね。シュート。いやー惜しい。ここもいいシュート打てたんですけれども、キーパーまたナイスセーブですね。これはい、ここですねコーナーキック、またチャンスにつなげていきたいと思います。誰に当ててくるのか。ちょっとここミスになってしまいましたね。岡村もう時間ないですからね、少しこの辺からは慌てるかもしれないですね。奪います。羽生キムボムヨン奪われます。ボールを奪います。さあどう攻めるか。ちょっとここも奪われてしまいましたね。そうしてますよね。ここはディフェンスです。スローイン、ここスローインですね。ロスタイム4分ですね。まあ、少ない残り時間なんですけれどもしっかり守っていきたいと思います。狙いますか。羽生が狙う。
いやー惜しいですね、ここも。クロスバーの少し上、シュートコースは悪くなかったんですけどもね、ちょっと枠に行きませんでしたね。ここ最後集中していきたいですね。奪います。おっと、これもマイボールに。ボールを奪います。ファールですね。多分次がラストワンプレーとなると思うんで、ここねしっかり守って。前線へ出す。はい、試合終了しました。今回ですね2対1ということで逆転勝利に成功しました。まあ、後半はですね、まあ、結構ねシュートシーンも多くあったので、まあ良かったんじゃないかなと思います。そろそろお別れの時間です。はい、それでは今節他のね会場の結果も見ていきましょう。はい、首位名古屋グランパス引き分けですね。はい、こちらが順位表となります。ジェフ今回9位ですね。今シーズン初めての一桁順位に来ました。まあね今回勝てたのはね非常に大きいんじゃないかなと思います。まあ結構ね2位まで勝ち点差2なので、まあねこの調子でまた勝っていければ自動昇格権の方も狙えるんじゃないかなと思います。ちょっとね1位と2位のところで勝ち点差が8点ついてるんで、まあそこはねちょっと厳しいかもしれないんですけれども、まあ2位までだったらこの調子で勝ち点積み上げていければいけるんじゃないかなと思うんで、頑張っていきたいと思います。はい、それでは動画のね最後に今後のねスケジュールですね、次回の試合の相手を紹介し、お伝えして終わりにしたいと思います。今ねここの代表メンバー発表っていうところになったんですけれども、まあジェフからはねちょっと代表残念ながら選ばれませんでしたということで、まあ次ですねこちらとなります。京都サンガ FC 戦ですね。またね京都ねこれ2位に上がってきたんで、またちょっとねサヌキも結構上位チームで、また京都もですね2位ということなんで、また大切なね試合となるんで、ここも勝って2連勝またね連勝の方始めていきたいなと思います。はい、それでは今回はこの辺で動画を終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。